皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、メルマガタイムです。私、無料と有料の2つのメールマガジンを配信しておりまして、えー、そのリンクがですね、私のチャンネルの概要欄に記載されています。内容としましては、日常生活から、 人生設計まで様々な役立つ内容を皆さんにご紹介しております。ぜひリンクの方開いてみていただければと思います。で、今回の YouTube 配信では過去に発行したメールマガジンから一部を抜粋して皆さんに紹介いたします。今回はサウナについてです。 サウ,ナサウナに入ると整うと言われているそうです。まあ日本語でですけど整うと。この整うって何なんでしょうかねということをえー、あるあるえー、研究所が解明しました。ウェアラブルの 脳波系で計測しましまたするとまあただ座っていた方とサウナに入った方の脳波の違いサウナに入るグループの脳波はシータ波とアルファ波が大幅に大幅に増加したそうです。はい 他にも、えー、その方の感情についても、浮遊感があるとか、リラックス感があるといったような感想を述べられたそうです。はい。そうですね。また、えー、注意力に関連する脳波が低下、つまりリラックスするということですね。そのために、特に聴覚、耳の感覚、 の処理に関連する脳波が大幅に大幅に増加することが分かったそうです。はい、これは注意力を高めなくても聴覚がまあ良くなるということが音声も含め良くなるということになります。はい、それを皆さんが 整ううとおっっしゃっていいるそうですはい、皆さん是非、うん、あのスーパー銭湯とかフィットネスクラブとかもしサウナが苦手な方じゃなければ是非入ってみましょうということで今回の配信は以上となりますまた次の配信または別の配信でお会いしましょう さようなら。